周筆通ルは中国大陸出身の女性歌手。生まれは中国の湖南省長調査。身長164センチメートル、血液型は A。両親の仕事の都合で小学校、中学校時代は調査と新鮮をそれぞれ点々とした。2003年大学入試で681点という成績を収め、甲州市の保守会音楽学院に入学。 2007年に卒業した。2005年には、コナン衛星放送の超級女性に出場し、音楽の解釈力の高さ、独特の特徴を持った歌唱スタイル、さらには、R&B の曲までこなす、引き出しの多さから、視聴者の注目を集める。公衆地区予選は1位で通過し、全国大会に進出。2005年度の準優勝に輝いた。 2006年3月18日、レコード会社、楽輪文化と契約、正式に音楽会に進出し、間もなく、修筆、トールファースト EP とアルバム、誰同僚が適庫と言を相次いで発表。2006年にはさらに映画、春田花花同学会と、第601個電話で主役を演じた。2007年3月26日、ロサンゼルスのミュージシャンズインスティチュートに14週間短期、 留学。先行は R&B の歌唱やピアノ作曲法。副先行はロックの歌唱であった。帰国後数ヶ月の準備期間を経て、2007年12月18日に、セカンドアルバム NOW とサードアルバム WOW を同時リリースする。NOW では自身の得意とする R&B 路線を踏襲しているが、WOW ではロックやダンス、カントリーなど様々なスタイルを試み、 留学の成果を示していると言える。ありがとうございます。